それは私が忘れ物をして学校に取りに戻った時に起こった。私のバカチン。ママも急にピアノの音色が。こんな時間まで練習ですか。そこには誰もいなかったの。恐ろしい。思い返して恐ろしい。おうちゃん助けて。やだ。鬼、悪魔、チョパカブラ。今私の植物の心のようらへんような人生を脅かされているのよ。時給1500円払おう。任せんしゃい。無人のピアノが演奏を始める。放課後で学校にいる人は限られている。謎だ。考えれば考えるほど頭が回らない。と、そう、糖分が足りないのだ。パフェ、いや、パンケーキ、ナタデココ、タピオカ、パンナコッタ。わかったわかった。スイパラも怒るから。ここだよ。ひえー、じゃがん、かい、無人ピアノ演奏の犯人はお前だ。ねえおうちゃん、結局犯人って。うるせえ、よく見ろよ。何のための瓶底眼鏡だよ。圧倒的理不尽なガチギレ。うるさいなあ。君は。彼の名前は岡本君。校内トップレベル 0.01 ミリのスリムボディの持ち主だ。事件は無事に解決した。こうして校内の平和は守られたのであった。